ウィスどうもラピ TV です。本日は Google 翻訳の便利な使い方をやっていきたいと思います。 Google 翻訳の拡張機能、そして Google 翻訳ウェブページの便利な使い方をやっていきたいと思います。それでは検索から早速 Google 翻訳やっていきたいと思います。 Google 翻訳と検索するとこういうふうにこういった画面が立ち上がります。するとここですね。こちら左側が母国語になります。右側が相手国語で、これで瞬時に切り替えることができます。この矢印で左側が母国語です。そしてここで好きな国を選ぶことができます。韓国語、中国語、はい、これだけの中から好きな国をクリックしてもらうと自動的に相手国になったり、はい、母国語になったりします。ここで選んでもらうことになります。そしてこれがマイクですね。それでは早速やっていきたいと思います。テキストを入力と書いてありますので、まず音声で入力します。バス停はどこですか？ Where is the bus stop? はい、こんな風に非常に早いですよね。そして聞きたいときはここですね。聞く。Where is the bus stop? こちらは日本語。バス停はどこですか？はい、続いていきます。バスの乗り場は南口にあります。The bus stop is at the south exit. はい、もう一度聞いて。The bus stop is at the south exit. バス停まで歩いて5分です。5 minutes walk to bus stop. バスの運賃はいくらですか？ How much is the bus fare? 運賃はバスに乗るときに払うのですか？Do you pay the fare when you get on the bus? どこのバス停で降りればいいですか？ Where should I get off at the bus stop? このバスは市役所へ行きますか？ Does this bus go to the city hall? 市役所へ行くバスは今出たばかりです。The bus to the city hall has just left. 次のバスは何分後に来ますか？How many minutes will the next bus come? 5分待てば来ます。I will wait 5 minutes. すみません、この席は空いてますか？ Sorry, is this seat available? 降りるバス停が近づいたらこのボタンを押してください。Press this button when the bus stop is approaching.はい、このように瞬時に訳すことができますんでね、皆さんも外国の方と会話するときとか訳すときにはぜひ使ってみてください。もちろんこちらね、英文をこういった英文がありますよね。これをコピってコピります。コピって、はい、コピりました。そしてここ×を消して貼り付けますと、あ、今日本文でしたね。ごめんなさい。これを、まあ、例えば英文としますよね。これを英文を訳したいんで、これをコピーます。そしてここ切り替えます。そして貼り付けます。すると瞬時にこのようにこちらの英文が日本語に訳されました。その訳を読んでくれます。この拡張機能はブラウザのツールバーにボタンを追加します。訪問しているページを翻訳したいときはいつでも翻訳アイコンをクリックしてください。また、拡張機能は表示しているページの言語が異なるかどうかを自動的に検出します。はい、そういったわけでこちらが便利なウェブ版の Google 翻訳といったもので、自由にね、簡単にできます。こちらで母国語。そして相手国語、瞬時にこれ切り替わります。左クリックで、そしてここで国を選ぶことができますので、ぜひやってみてください。そして続いて Google のこれですね、私が入れています拡張機能の追加の方法です。 Google Chrome を入れられる方はぜひこの機能は入れておかれれば便利な機能となりますので、ぜひ入れてみてください。どういうことができるかと言いますとね、私入れてますよね。例えばここ訳したい時にはここまで、はい、Google の翻訳のマークが出ました。通常追加、これをね、入れてない場合は出ません。で、これでここをクリックしますと、瞬時にこのように。この拡張機能はブラウザ、もう一度いきます。はい、こういうふうに。この拡張機能はブラウザのツールバーにボタンを追加します。訪問しているページを翻訳したいときはいつでも翻訳アイコンをクリックしてください。拡張機能は表示しているページの言語が異なるかどうかも自動的に検出します。はい、そういったわけでこちらが拡張機能です。その拡張機能のやり方はどうするかと言いますと、検索でね、Chrome のウェブストアと検索してもらうとこういった画面に飛びます。そしてここにね、Google 翻訳と入れてもらいます。はい、入れました。そしてエンターを押します。するとこういうふうに飛びます。その時にここにね、追加すると出ますんで、はい、Google 翻訳を押してまして、ここ今私入れてるんで削除しますかと出てますが、ここ追加するをクリックしてもらえば、ここにアイコンができて先ほどの機能が使えるようになります。左クリックで翻訳、右クリックでオプションを表示します。はい、左クリックでページを翻訳、そして右クリックでオプションメニューがこういうふうに出てきます。いいですね。Google、Chrome Web Store といって検索窓でGoogle 翻訳と入れてもらえば出てきますので、この拡張機能を追加してください。するとどういったことができるかと言いますと、はい、例えばこちら今例題のために Wikipedia を英文を出しております。こういった英文いちいち訳すの大変ですよね。コピってするの。それが一気にこのページを訳すことができます。このページを翻訳をクリックします。はい。もう一度翻訳。はい、これで翻訳になりました。全てが一瞬にこういうふうに日本語になりました。わかりますか？これ全部まともな日本語で読めます。こういった感じで今 Wikipedia の原文を日本文に変えたといったものです。原文に表示したい時はこうです。はい、こんな感じでこの機能が瞬時に使うことができるようになります。もう一度日本語にします。これでね、選ぶこともできます。各国言語に変えることもできます。この素晴らしいところ、すごいですよね。はい、ここ、それは言語を変えたいときはここです。下三角マークをクリック。もう一度日本語にします。はい、翻訳しました。これで日本語になりました。もう一度原文を表示。そして日本語ってなってますよね。ここで選びますよ。いいですね。そしてここ翻訳をクリックすると、はい、翻訳できました。こんな感じです。これを全部中国語にしたい場合は中国語をすれば中国語になるといった具合で、ちょっと中国語をやってみましょうか。はい、中国語を選んで、はい、瞬時に中国語に今変わりました。こんな素晴らしい機能ができます Google 翻訳の拡張機能。Google 翻訳、ぜひ Chrome 入れてやる方は入れてみてください。無料となっております。最後にこれを日本に戻して、はい。そして原文に戻します。この英文が瞬時に日本語に翻訳されるといった素晴らしい機能の Google 翻訳ウェブ版とChrome の翻訳、Google 翻訳追加版をご紹介しました。では、またです。良い情報がありましたら、またご紹介したいと思います。では、さようなら。